在京町は日本の都市の形態の一つ。日本において中世から近世の時代に農村部などで中心となる施設がなく商品生産の発展に伴って発生した町、集落、在町、郷町、在方町などとも呼ばれる。在京とは田舎、農村部を意味する。つまり在京町とは農村の中に形成された町場を意味する。 主要な街道、水運航路が通る農村においては、その街道沿いに形成されている場合もある。城郭や半町などを中心に栄えた城下町や神谷町、宿場中心に形成された宿場町、寺社を中心に形成された門前町などと決定的に違うのは、町の中心となる施設がないことで、前述の町などまで距離がある農村部において、 自然発生的にできたものである。ただし、陣や宿場、港、寺社があり、それを中心にした町場であっても、規模が極めて小規模な場合は、在境町に含まれることもある。城下町などと違い、商工業者の他に農民が多く在住していることや、都市と農村の性格を合わせ持つことも特徴である。城下町などの町などに対し、地方都市的な位置づけである。こうした 在京町の発達には、近世期の農村部における制御の変化があり、近世に農村では、米麦栽培のほか養蚕、タバコなど商品作物の生産、農管期の行商や所商職業の兼任など、農管漁業の発達による制御の多様化があり、在京町は、こうした制御の変化も、要因の一つとして成立したと考えられている。 また下町と呼ばれる範疇に含まれるものもあり、現代において在境町を起源とする地区の中には、現代の下町と呼べるような庶民的な町も多い。日本大百科前書日本にか小学館、大事泉小学館。ありがとうございます。